しがらき高原鉄道 SKR300 系機動車とは1995年に投入されたしがらき高原鉄道の一般系機動車である。富士重工業製、レールバスの一種 LE カーのボギー車番 LEDC でしがらき高原鉄道列車衝突事故を契機に作られた安全推進会議の提言をできる限り採用した。塗装は登場当初より緑帯に タヌキのキャラクターと会社のロゴが描かれており、SKR200 型とタヌキのキャラクターが異なる。内装は、デビュー時の SKR200 型と窓の配置、定員以外は同様で、SKR200 型と同型の料金箱、整理券発行機が搭載されている。正面の下部に、油圧バンパーを設置、車内のバリアフリー化を行い、車椅子スペースが取られた。その影響で、 定員が4人減少した。老朽化の進行により2015年に代替車として SKR400 型が導入された。当社には同年9月28日からさよならヘッドマークが装着され、10月3日をもって営業運転を終了し、翌4日付で廃車された。廃車後は当初スクラップとして解体される予定だったが、譲り受けしたい意向を示した奇襲鉄道に、 無症状とされ、KR301 となり、2016年1月31日に、営業運転を開始した。AB、レールマガジン2015年12月号株部式、外車猫パブリッシング発行60ページ、SKR301 号車さよなら運行について、しがら気候原鉄道2015年9月19日投稿、鉄道ピクトリアル2016年10月、 臨時増加後株式会社電気車研究会発行200ペイジ23ページ。市が、信楽木高原鉄道、300K301 号20年の運行に、幕来月4日、新型車両を導入産 k ニュース2015年9月30日掲載、信楽木事故の教訓を生かした、安全車両奇襲鉄道で運行工賀市から、無症状とされる産 k ウエスト2016年2月13日。 掲載、奇襲鉄道、KR301K 運行開始、RM ニュース鉄道を運び出す。ありがとうございます。